の。私たちのせいだね。違うぜティファ。何もかもシンラの奴らがやったことじゃねえか。そうだろういいな。バレット、マリンは無事だ。エアリスが言ってた。エアリス、あの捕まってた女か。うん、言ってた。どういうことだ。エアリスに頼んだの、マリンを助けてって。信じるぞ。いいか。おい、どこ行くんだよ。
って事故じゃないんですか？おい、どこに向かってるんだ？エアリスの家だ。5番街スラムにある。マリンはそこなんだな。他に当てはない。いるって言えよ。希望を持たせろよ。いなくてもお前を責めたりしねえ。いや、そりゃちっとは文句言うだろうけどよ。ティファ、古代種って知ってるか？聞いたことはあるけど。生命学の本を読めば出てくるぜ。大昔星を開拓したって一族だ。星と語るとかそういうんだろう。それがタークスに狙われていた理由か。我こそ古代史の血を引き締め者。この星の正当なる後継者。また守れなかったな。喪失がお前を強くする。それでいいのか？どうしたの？なんでもない。急ごう。よう。とんでもないことになったな。あんたは無事か？まあな。チョコボが怯えちまって動かねえけどな。空に吸い込まれてしまいそう。おい、プレートがないぞ。マジかよ。信じらんねえ。やり過ごそう。あいつら何してやがる。仕事だろうな。マリンのことだけ考えろ。今はな。また新しくプレートを。こりゃ俺たちあなたの箱に。見つかったか？ノッカー、屋敷の中を捜索中です。やめとけって。でも見つかったか？ノッカー、屋敷の中を捜索中です。でも まずは避難場所を確保。6番街の時はかなり大変だったって聞いて。みんなで力を合わせて。この状況で何の用だ？こんな時でもマテリアか？
ればいいのかな。7番街が潰れちま…だって本当なのか。ジェシーは市中にいたんだよな。うん、ビックスもね。二人とも怪我で動けなかった。でもウェッジは下にいたよ。そうか。しかし、怖がらなくていいからな。あいつら、探しに行かないと。え？俺が探してやらねえと。うん。クラウド、後で付き合え。ああ。地響きだったな。これって事故じゃない？もう五番街だよな。早くマリンに会わせろよ。ああ、スラムの外れだ。もう少し。早足、全速力。あんたに合わせてる。無事でしたね。この状況を乗り越えられるような新たなマテリアを生み出していきましょう。近隣区域の住民に対して外出を控えるよう。では、携帯バトルシミュレーターを装着してください。行く。ここ。行く。まだ。
仕事だ。でした。芝の召喚マテリアが完成しました。さあ召喚マテリアを受け取ってください。氷の女王の冷たい微笑みはクラウドさんにぴったりです。いつかシンラを倒すその日まで身につけていてください。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。では、携帯バトルシミュレーターを装着してください。暴れろ。
限界はない。そこ、取れ。突きをつく。クラウドさん、おめでとうございます。星の英知が生んだ茶目っ気はスケールも違いますね。愉快な相棒デブチョコボと共に力を合わせて軽やかにシンラを倒してください。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。あの家だ。マリン、マリン！マリンは、マリンはどこにいる？マレット。すまねえ、俺はバレット、マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で、天使みたい可愛らしい顔をしてる。服は、ピンク。今日はピンク。2階で眠ってるよ。眠ってるからね。私たちも行こう。顔見て安心したいな。騒いで起こすんじゃないよ。あんたたちも2階へ行っておやり。マリン、よかった、無事で。エアリスは神羅に行ったよ。すまない。エアリスにマリンのことを頼んだのは私です。知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれて、だから甘えてしまいました。あんたらのせいじゃない。遅かれ早かれこうなる運命だったのさ。
古代種だからだな。あの子から聞いたのかい？よほど信頼されてたんだね。そう、エアリスは古代種、古代種の生き残りらしい。私は違うよ。あの子は実の娘じゃないんだ。15年前のことだ。夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って、約束の日駅まで迎えに行ったんだ。でもあの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。エアリスを安全なところへ、そう言い残して彼女は死んだ。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなれたよ。よくしゃべる子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと、お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ。私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。お母さん、泣かないでね。エアリスが突然言い出した。何かあったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でもそれから何日かして、夫の戦死を知らせる手紙が届いた。とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだった。ところがある日、うん、はーい。いや絶対いや。エアリス。君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は地上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。ああ、
言い伝え、何かの比喩、いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。シンラカンパニーはぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代史なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことない、うん、思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ。居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんてタークスらしくないな。エアリスの自発的な協力が必要なんだとさ。だからシンラに連れて行かれたと言ってもお客として扱ってもらえるはずだ。用が済んだらすぐに返してくれるだろうよ。どうかな。何をしよってんだい。ことを荒立てないでおくれ。エアリスまで失うことになったら私はもう。頼むよクラウド。お母さんの言う通り、用が済めば帰ってくるかもしれない。だからもう少しだけ待ってみない？七番街スラムに戻らねえか。やることいろいろあんだろう。セブンセブンも確認しておきて。うん、わかった。七番街スラムのゲート、瓦礫で埋まってたよね。どうやって入る？公園から地下通路へ降りよう。おお、あれが。公園もダメじゃない？別のルートがある。エアリスから聞いた。さすが古代史だぜ。はい、意味はねえよ。
すごい地響きだったな。これって事故じゃないよ。戦争が終わって平和になった。あそこだ。さっさと抜けちまうぞ。あそこを行こう。危険なモンスターはいるが、なんとかなるだろう。Shinra!
情けはかけねえ。必要ない。調子に乗るな。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。おっと、お前は知り合いか。いや、知り合い嘘ついてんじゃねえ。
戦すれば。ここで仕掛ける。やってみな。やっ、何？抜けられそうか。いや、モンスターが出るって話だ。命だけはな。他の奴らは？わからない。すまない。そっか、生きててくれてありがとうよ。希望が見えてきたぜ。うん、どうしたものか。はあ、いたか。何があるかわからない。備えはしっかりな。気をつけてな。どうしたものか。
困ったことがあれば。遠慮なく言ってくださいね。よく釣れなかったね。友達は。わからない。休みましょう。子供や老人には厳しいか。どうしたものか。ようやくまともな空気がする。くそ、なんでこんな。手伝うぜ。マリさん、あんたたち行くぞ。せーの。よかったな。ありがとう。本当によく無事だったよ。これからどうするんだい。さあな、俺たちにできること見つけるさ。店へはもう行ったのかい。いや、確認してきたらどうだい。じゃあまず店だ。それから考えようぜ。道なんてないようなもんだからね。足元に気をつけていきな。おい、誰かいねえか。返事をしてくれ。その顔ならマリンは助かったんだね。誰かいないか。おい、助けに来たぞ。聞こえてたら返事をしてくれ。
してくれ。おーい、ウェッジの猫だ。何？行ってみよう。今行くからな。そこで待ってろよ。死んだくせやな。ウェッジ。ウェッジ。こんな時に。
そっちか。はあ。はあ。そっちか。はあ。どけどけ。狙うぜ。Thank you.
ってもんだ。うわ、まだまだ、はあ、追い詰めたぞ。うわ、カバル、オラオラ、はあ、どんなもんや。上も下も死んだかよ。はあ、狙うぜ。ほう、暴れがいがあるってもんだ。けどんなもんよ。よっしゃ、カバル、俺が全部ぶっ壊してやる。はあ、どけどけ。悪いな。そうだ！
登ってきたな。そこ終わり。おらおら、まだまだ。こっちだな。無事だといいんだけど。心配いらねえ。あいつはとんでもなく頑丈だ。今頃いびきをかいて眠ってるさ。戻ったらおいしいもの。食べさせてたの？じゃあね。どうだ。ダメ押しだ。どうもありがとう。こんばんは。終わり。からだぜ。じゃ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 。俺たちならやれんだろ。連携してこ。決まった。邪魔見やがれ。終わり。じゃあね。こんなところかな。油断も隙もねえ。Thank you.
レッジ。大丈夫。本当か。この野郎、心配させやがって。よかった。ありがとう。よし、行こう。Thank you.
なとこが丸見えだぜ。ここは慎重に。そこ砕け散って。お掃除の一環。やっ、無駄無駄。限界の先へ行くよ。さあ、この無駄無駄行くよ。どこだ。銃撃の跡をたどった。あんなことをするのはあんただけだ。狙うぜ。安全な場所に移そう。他のことはその後。うん、そうだな。クラウド？よくやった。
ウェッジのこと任せていいか。俺はここで仲間を待つ。ウェッジが生きてたんだ。可能性はゼロじゃない。俺は支柱の上でジェシーとビッグスと話した。だから二人の状況は知っている。帰ってくる可能性は。でもよ、星に帰ったんだよ。立ち止まってたらあいつらに笑われちまうな。ったく重てえな。